はいどうもプラムとか相談所です。突然ですが皆さんはどこでガンプラを買っていますか？ Amazon やヨドバシカメラ、近場の家電量販店など様々ありますが、私は DMM オンラインショップを利用しています。今回は DMM オンラインショップをサーフィンしていた時に見つけた748円コスパ最強のガンタンクを格安さ100倍のグラデーション&ウェザリングにて製作。それでは早速作っていきます。まずは開封して中身チェック、外袋も開封してランナーを取り出します。 A ランナーはグレーのパーツが多め、 B ランナーは青のパーツ、 C ランナーは赤のパーツ、 D ランナーは履帯のみ、その他はポリキャップと読んでるだけで楽しい説明書。それでは早速仮組み開始。ニッパーである程度ランナーを切り離して二度切り、残ったゲート跡は紙ヤスリを使ってこんな感じに綺麗に仕上げます。各パーツを組み終わったら仮組みします。まずは頭部、続いて胴体、下半身をくっつけて、バックパック、左肩、右肩、 120mm 低反動キャノンを両肩につけて履帯を巻き上げたら RX75 ガンタンク仮組み完成。およそ24年前に発売され、気軽にそして非常に簡単に製作できる紙キットガンタンク。肩は360度ぐるっと回ります。肘部分はだいたい90度ぐらい曲がって、肩の 120mm 低反動キャノンもだいたい90度ぐらい曲がります。マイナス点で気になるところは 120mm 低反動キャノンの継ぎ目、肩と肘部分の継ぎ目、胴体の赤いパーツも継ぎ目が目立ちます。それから顔も継ぎ目が目立ちます。つまり何が言いたいかというと、継ぎ目が目立つんです。そんな継ぎ目をタミヤセメントを使って消します。タミヤセメントをパーツにつけて接着、いわゆるムニュッとさせます。各パーツすべてムニュッとするのですが、頭部のパーツはコックピットとハヤトを先に塗装してから接着しました。接着後はマスキングして中のパーツを保護、その後に紙ヤスリやスポンジヤスリを使ってすべて継ぎ目を消しました。継ぎ目を消し終わったら超音波洗浄機でパーツを洗浄、パーツを乾かして塗装に入ります。グラデーション塗装は黒立ち上げでやるので、まず履帯以外のすべてのパーツにメカサフスーパーヘビーを吹きます。履帯だけはガイアノーツの X ブラックを塗装しました。塗り終わったパーツはこんな感じになります。本塗装に入ります。まずは赤の塗装、使う塗料はモンザレッド、明るめの赤というよりは色鮮やかな濃いめの赤。グラデーション塗装はまずパーツの中央に色をのせていきます。色をのせ終わったらパーツ全体にうっすらと塗料がなじむように塗装することで全体的に深みのある仕上がりになります。拭き終わるとこんな感じになります。続いて黄色の塗装、黄色の塗料はガイアノーツのマンダリンイエロー、普通のイエローよりも赤みがある希代大色になってます。続いてホワイト、フィニッシャーズのファンデーションホワイトを使用。あまり色の差が出すぎるのも嫌なので若干ですがグレーを入れて調色しときました。続いては青の塗装、青の塗料は昔いろいろと混ぜ合わせた塗料があったのでそれを使いました。結構いい感じの色に仕上がりました。 120mm 低反動キャノンなどのグレーのパーツはメカサフライトを使用。メカサフシリーズは汎用性が高くて非常に使いやすいです。履帯は X ブラックを下地にメカサフスーパーヘビーを塗装して重厚感ある仕上がりに。全てのパーツのグラデーション塗装が終わったパーツがこちら。塗装が終わったら続いては墨入れ、エナメル塗料のダークブラウンを使って墨入れをします。乾いたらエナメル溶剤を含ませたフィニッシュマスターを使ってはみ出しを拭き取り、墨入れが終わったらデカールを貼ります。しかしミスターマークセッターをこぼしました。でもあまり気にせずデカールを貼り付け、デカールを貼り付け終わったらウェザリング、ウェザリングマスター B のサビを使ってウェザリングします。パーツのエッジ部分になるところを下から上にこすりつけるように汚れをつけます。こうすることにより
パーツに立体感が生まれるのと同時に、長年使い続けてきて汚れが染みついている感じの表現ができました。他の部分も同じようにしてウェザリングをしました。続いてはウェザリングマスター B のすすを使って 120mm 低反動キャノンや 40mm 4連装ポップミサイルランチャーの先端部分にウェザリング、弾を発射した時につく汚れを表現してみました。最後にウェザリングマスター A セットのサンドを使って履帯と車輪の部分にウェザリング、ここは砂漠地帯を走っていることをイメージしてサンドで汚しをつけてみました。履帯は外側から内側に向かって付属のスポンジをこすりつける感じで、車輪部分は内側にも汚れがつくと思ったので内側と外側の両方に汚れをつけてみました。ウェザリングも含めて全ての作業が終わったので最後にガイアノーツの X フラットクリアープレミアムを拭いてトップコート、ホコリがつかないように静電気防止のクリーニングブラシを使いながら X フラットクリアープレミアムを拭いていきます。拭き終わって乾燥させたらあとは組み立て、頭部のマスキングを剥がしてクリアパーツを取り付け、頭部と胴体を取り付け、続いて腰のパーツ、キャタピラ部分、バックパック、120mm 低反動キャノン、左肩、右肩を取り付けたら MS75 ガンタンク完成です。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はガンタンクをグラデーションからウェザリングマスターを使って作ってみました。とりあえずウェザリングマスターはすごいですね。今までそんなに使ってなかったんですけど、300円でめっちゃ完成度もアップして、ガンタンクと同じでコスパも最強だし、なんで今までウェザリングマスター使ってなかったんだろうって本当に真面目に思うぐらい良かったですね、まあ、人間なんでこう上から構えちゃうことってあるじゃないですか。いやいや初代ガンダム以外のガンダムとかは微妙だよとか、いやいや昭和の歌の方が今の歌より全然いいよとか、まあ別に悪いわけではないんですけどね。でもそうやって何もかも全部に蓋しちゃってね、こうなんだろう、自分の知らないことを知ろうとせずただ批判するっていうのはやっぱ、おじさん化しちゃうからあんまり良くないと思いましたね、なのでガンタンク作りようって思ったのは自分の知らないことを知ろうとすることが結構大事なんだなと思いましたね、それでは最後までご視聴ありがとうございました。